いや、めっちゃハワイ。そうだ、楽器屋さんへ行こうシリーズ。今回は JR 山手線池袋駅から徒歩10分ぐらいのところにあります池袋のハワイ、ウクレレマニアさんへ初来訪したいと思います。シャローム、ウクレレフレンズの皆さん、こんにちは。ウクレレチャンネルのレンです。今日はですね、池袋のハワイを巡りたいと思います。まずは腹ごしらえということで、サンシャインの中にあるハワイアンレストランに行ってみたいと思います。エレベーターがプラネタリウムみたいとか言っている間にレストランフロアに到着。こちらのお店はハワイアンダイニングジンジャーズビーチサンシャインです。レストランめっちゃ景色が綺麗です。ランチセットのサラダと、こちらはココナッツのスープ、そしてアヒポキボールを注文しました。マグロがとっても分厚くって美味しかったです。からのジンジャーエール、はい、最高、大満足。サンシャインの1階にはハワイアンバーガークワアイナもありました。ここも美味しいんですよね。お腹いっぱいになったので、次なるハワイに向かいたいと思います。楽しみ。初めて行くんですよね、私。お、目印の看板が見えました。やってきました、ウクレレマニア。お店の中はこんな感じで、壁一面にずらっとウクレレが並んでいます。わー、目移りしちゃいますね。上の方には何やら貴重なウクレレがいっぱい。まるでウクレレ博物館のようです。こちらは1880年代のポルトガルのブラギーニャ。これがハワイに持ち込まれて、後にウクレレとして進化していくんですよね。来ました、ヴィンテージマーチンコンサートサイズスタイル1です。渋い。スタイル1ですか。バインディング1。本当だ、トーチスバインディング。実はコンサートはほとんどマホーグニー、ほとんどトーチスバインディング。他のコンサートバンドほとんどない。すごい軽い、やっぱりすごい軽いですね。やっぱいいですね。ね、マーチンさんね。そう。あのこれがなかなか良かったですね。おお。チキのチキ、はい。コンサートサイズなんですけど、あの昔って本当手作りじゃないですか。はいはい。で、全然この辺の作りが一本一本違うんですよね。あ、個体によって違う。そうなんですね。はい。本当だ、なんか違う。違う。そうなんですよ。このネックの形もちょっとこう平べったい。そうそうそう、丸い時もあるしね、うん、平べったい。もっと薄い時もあるんですよ。そうなんですね。ペコンとしてる時とか、うん、これが珍しいですね。ね、それね、そうそうそう、ね、遊び心がいいですね。かわいいですね、うん、めっちゃ味がありますね。そうなんです。手作り感が満載。なんかこの辺のなんか丸みとかも一個ずつ違うじゃないですか。うん、こうやって安そうだなって感じますよね。感じますね。すごい。そうそうそう、
めっちゃハワイ。これぞハワイ。ハワイ。そしてこのやっぱりオールドっていうか、この昔の鎌倉いいですね。また違って全然。うん。今のと違いますね。違いますよね。初めて弾いたのにめっちゃ懐かしいって感じ。いいですねそれ。ね、ノスタルジックですね。こちらは青木ギター工房アンタールのテナーウクレレです。ボディはマンゴーでできていて、とっても美しいウクレレです。弾きやすいですね。弾きやすい。私この感じすごい好きなんですよね。木も綺麗だし。綺麗。このねすごいんですよね。猫みたいで可愛い。ね。後ろここまで。そうそうそう。つながってる。ビルのところまで、ね。すごい。可愛い。しかもこの中が白じゃないですか。このバイニングの白だし。中のこのそうそうそう、ここに白いの入ってるのね。そう、これがめっちゃ可愛いなと思って、うん、おしゃれだよね。すごいおしゃれ、うん、これは可愛い。はい。トップもオルミゴ、これはオルミゴのボディで、うん、そうそう、あこのこのロゼッタがすごい好き、ね、うん、こういう感じ。なんかすごいアンティークな感じですよね。そう、他にないんですもんね、ゴールドの、うん、でハートがついてるみたいなね。あ、可愛い。明るいですね。すごい明るくて抜けがいいですね。うん、綺麗な音。ここはまたすごいサップみたいなのが入ってて、そうそうそう、面白い木の使い方、ね、面白いですね。トレートは言いにくいな。こちらがトップがレッドウッド、レッドウッドで、サイドバックはコアですね。コアですね、うん、おとなしい感じだけど、うん、だこの辺のまた貝がね、綺麗なの使ってるの、ね、そうですね、装飾がめっちゃ可愛い。これもやっぱ白のラインが入ってる、うん、ヘッドの内側もこんな貝が綺麗、thank you.
なんかちょっとこう全部コアとまた違いますよね。違う。なんか、ね、音が、うん。コアだけだと割と丸くなりますよね、音がね。うん、うん、そこをなんかキュッと締めてくれるような。うん。うん、またこれはすごい。うん、真っ白白の。真っ白白です。かわいい。バーズアイメイク。すごいですね、木目が。ネックもメープルなのかな、うん、ねすごいヴィンテージっぽい感じだね。かわいいですね、うん、気持ちいいですね、これは、うん、これは D さんのウクレレです。いいんですか、弾かせていただいて。いいですよ、まあ、嬉しい。すごいお客さん気合の入ったモデルですね、うん。代理店なんですっけ。そう、その通り。そうなんですね。だからいっぱい在庫が。そういっぱいありますけど、はい。綺麗ですね。めっちゃキラキラ。ゴールドペグだし。かっこいいですね。ありがとうございます。マウイミュージック。すごい。シェイプみたいな。マウイミュージックはコンピューターのネック作ってないから一本一本違うプロフィール。なるほど。そう、まだ全部手作りのネック。で、これがラディアス芝になってるんですね。そう、現代すべてラディアス芝だけどね。ここにね、サウンドコートが、そうですね、これが気持ちよく、そうそうそう、自分にしっかり音が聞こえて練習用にいいです。これいいですね。20フレットまであるけど、ここまで楽々にパッタはいいです。
ですね。これは2年前の作りのメーカー自身が一番気に入った作りです。シダートップのカーリーメープル、サイドサウンドホールありで、すごいヘッドもこんな綺麗に。メープルになるとハキハキして気持ちいい感じがします。ありがとうございます。すごい素敵ですね。マウイミュージックか初めて弾きました。本当 G ストリング興味ありますか？あ、G ストリングはすごい、あ、なんかがっちりと、テナーサイズ。しかもこれが厚いでしょ。うん、そうですね。ここがね、めっちゃキラキラの迫力のある感じで、すごい力強い木目ですね。厚みがあるんだね、まだね。そうですね。面白いですね。これ映んないかな。貼ってありますね。貼ってありますね。初めて見た。なんかブリッジの形も変わってません？うん、穴に通すんだ。面白い。ショーケースの中には様々なウクレレ弦の在庫がこんなにたくさん。他にもクリップチューナーやピックアップ、ストラップ、ペグなんかもいっぱい取り揃えてあって充実してましたね。店内がとても静かなのでウクレレの音がよく聞こえて、細かなニュアンスまでじっくり音色を確認したい方にはとても良い環境のお店だなと思いました。はい、ということでウクレレマニアさん初めて訪問させていただきましたけど、めちゃめちゃ素敵なお店でしたね。やっぱり一期一会ってね書いてありましたけど本当にそうで、一本一本全然違うから、やっぱりその時にあるもの、その場に居合わせた時しか出会えないウクレレがいっぱいあって、もうどれもが特別な一本っていう感じで、すごい良かったですね。雰囲気がすごく温かい雰囲気のお店で、ついつい長居したくなっちゃうような素敵なお店でした。皆さんぜひね、ウクレレ探しに行くときはウクレレマニアさん行ってみてください。それではまた次回のウクレンチャンネルでお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。